は安いね。夜は安い。騒がしい。確かに。どこに公園あんの？これ？もしかして。e-books があるよ、そこに。違う、k-books。右側に石碑なんてあんの？めっちゃ人いるよ、マジ。ライト使えない。ライト使えないぐらい。今の人怖かったよね。どこに石碑があんの？猫もいる。ライト使えないよ、これ。どこに石碑があるんですか？慰霊碑どこにあるんですか？写真撮ってくるわ。そのピンポイントでその場所まで行きたいから、人がいっぱいいるから。奥の左？奥の左？朝鮮学校？猫多い。え、なんかこの火、これとは違う？火って書いてあるんだけど、見えないか。火って書いてあるんだけど。これ？今どこにいるの？現在地が書いてない。これ？現在地が書いてないよ。正面入り口が A。ここ正面入り口かな、これ。え、だとしたらすぐそこだよ、これ。H って。今ここにいるってこと？こっちにいるってこと？ちょっと歩いてみる。人かな。人めっちゃいるよ。マジでめっちゃいる。これ。写真撮るじゃん。あやかさんの分。永久兵、あ、裏を取るの、これ。裏を取った方がいいの。じゃ裏も取ってくるね。これ
裏も取るじゃん。皆さんもご一緒にお願いいたします。池袋なんとか中央公園免じてくださいます。あ、先に人やるか、先に人した方がいいか。先にじゃあ皆さん人文字を正面からじゃないか。ちょっとこれやりづらいな。正面か、先に人文字をお願いします。いるからちょっとライトが恥ずかしいけど、後ろで化けたやっていい？では行きます。皆様もご一緒にバケラッタと念じてください。バケラッタ、ヘイジョー、平常。恥ずかしい、ここ人いるから。恥ずかしいよマジで。この椅子に座ってる感じ。恥ずかしいけど。セコムしてますかとかなんないよね。ここ何？こっちは何もいない、誰もいない。入り口かなこれ。サンシャインの入り口？Oh yeah。サンシャインシティ、サンシャインシティだ。なんか中人歩いてたけど。あ、清掃員か。ビビった。なんで中に人がいるのかと思った。清掃員だ。焦った、マジで焦った。サンシャイン出るって言われるもんね。俺のリスナーさん、仲いいリスナーさんが池袋に住んでて、サンシャインやばいって言ってたもん。靴や。そこに会社の事務所。
それじゃあこのサンシャインの入り口やるか。サンシャインも危ないって言われるか。サンシャインシリーバケラット、上のコンビニ早いな。結果出るの青白。え、コンビニ開いてないんじゃない。これ中に入れないよ。どこにコンビニがあるんですか。ここにコンビニあるんですか。迷路みたい。飛び降りの時、あ、飛び降りがあるんだ、ここ。そういうことか。え、珍しくない？マウントレーニアの自販機。マウントレーニアの自販機初めて見た俺。自販機初めて見たの。こんなのあるんだ。マウントレーニアの自販機ってなくないですか。もう50円自販機、昨日50円自販機ありましたね。ちょっと待って、これこっちは何、もう来ても意味ない。コンビニなんて何あんの。ここにピリあったじゃん。あ、でも30分300円か。ここにファミマがあるけど。え、これ飛び降りてくるの、マジで怖っ。真っ暗っすね、ここら辺。何も店やってなさそう。じゃダサいから買ってくれないの。マジっすか。感じゃダサいの。そういう、え、あれ、そっかそっか、カエラってって感じじゃないもんね。あのストロープスって刺すやつですもんね。あ、そういうことなの。こっちのビルも高くない、これ。これ何、最近できたの。俺知らなかったな、これ。綺麗なアニメートがある。アニメートって久々に聞いた。アニメートってこんなでかかったっけ。こっちは何もないよね。西新井行けますか。上がもう首都高。アニメート、展望台は地下から専用エレベーター。フォローさせるの。富士市の街か。あ、結構前からあるんだ。最近こっち来てなかったから知らなかった。いつ以来だろう、サンシャインの方来たの。今度いつか、あ、でも電波あんのかな。登ってみたいな、上まで。30分300円は高いな。このアニメート結構何気にイベント多いんだ。あ、何気なく歩いて俺は大道の自販機を探してるんだけど。ないや。乙女道路。道路挟んで向かい側に、え、本当に？こっち？中尾の方。中尾の方ですか？道路挟んで。通り魔事件なんてあったんだ、全然知らない。つかタイムズ高いな、ここら辺。
市の街、女性が缶買ってそのまま外で飲んでるのがあまり意味ない。ああ確かに。東急ハンズ、東急ハンズはどこにあるの。東急ハンズ、東急ハンズわかんない。ジョナサンじゃん。暗いから店がどこにあるか全然見えない。アニメートしかわかんないし、あとはその光ってるその月や、あっちに声優がある。戻りますか。教えてくれた方ありがとうございました。最後に西原行きましょう。ちょうどいい時間かな。ありがとうございました。いやいやいや、こちらこそありがとう。ちょっとね、大道の自販機がないね。バニラリッチを一気飲みしたいんだけど今。ありがたい。駅からサンシャイン向かうとこ、あ、ちょっと場所が違うのか。風がまた強くなってきちゃったね。アニメショップ羅針盤、なんかすごいアニメのいっぱいある。ここコスプレ撮影スタジオ、そんなのあんの今。コスプレ撮影スタジオとかあるんですか。俺これどっちから来たっけ。あ、そっか、あの中を通ってきたのか。この上も一応公園なんだ。明るい方、そういうことですか。秋葉も通りもあったね。秋葉の方がすごい有名。あ、ディズニーストアあるんだ。サンガリア、サンガリアも見ないね。腹減ったマジで。ファミマ開いてた。え、どこにファミマ、あれ、これ、ファミマなんでこんな近くに2店舗もあるんですか。今よく考えたら、怖い。いきなりブスって刺されそうな感じ。超怖い。黒マジ。ジャックさん、あ、マジか。リアトツ来てくれればステッカーあるんだけどな。リアトツ歓迎ですよ。いや、途中間恥ずかしがらないで来てください。ステッカーありますよ。ここら辺に教習所、外階段に思った2階ってさっきのとこ、あのこの上にも公園あるんだって言ったとこ。 あそこにファミマあるんだ。あそこにもあるの、ここにもあるの。じゃあどんだけファミマファミマなのここ。あ、そっか、本社があったって言ってたか今。あ、だからファミマの本社があったからここら辺全部仕切ってるの。なるほどね。だからファミマばっかなんだ。
やっとってナイフはやめて。あ、さっきのあの公園の中でさ騒いでた人たちが公園から出てきた。じゃあ行きましょう、西新井。ちょっとね、お付き合いいただきありがとうございました。大道の自販機がないんだよなしつこいけど、バニラリッチが飲みたい。今すごいバニラリッチが飲みたいけど、これどうやってお金払うんだろう。料金は後払いです。3分以内に出庫か。じゃあ車行ってからでいいか。騒いでるね、ファミマだらけなんだね。じゃあすいませんね。あ、だってそこにもファミマだよ。え、ちょっと待って、え、そこにもファミマがある。嘘でしょ。嘘でしょ。そこにファミマがあって、そこにもファミマがあって、あっちの交差点にもファミマがあって、階段の上にもファミマがあるんだよどうなってんのここどうなってんの、やば。まずそんな売れるの、こんなに近くにいっぱい作って、まあ人がいるから売れるのかやばいね本当にファミマ王国だ、完全ファミマ王国だここ。ハンズの裏にもあるんだ。へえ、すごいね。じゃあちょっとまたゲームやっててください。すいません。寝る方ね、おやすみなさいませ。ありがとうございました。